安岳県は中華人民共和国四川省使用史に位置する県。安岳県は四川省東部に位置する。県域は丘陵地帯によりある地に構成されている。新代は共栄郡、植軍の寛大以降は市中県、牛県、高県、徳陽県の管轄地域とされた。南北朝時代には南朝張により広志寺軍が設置された。七十五年。 北州はこの地に広州を設置すると同時に安楽県を新設している。967年、宋代は安楽県と広市高鎮と改変。太平洋国年間合理に広市高県が一時期設置されたが、1072年に再び広市高鎮とされた。元生民初の動乱期に明玉鎮により大過酷が宣告されると再び安楽県が設置されている。 1662年、安楽県は水泥県に編入。さらに1677年に、水泥県は楽イタリ圏に編入されたが1729年に、再び安康県が設置され、道化は直霊州の管轄とされた。1912年、不修制の廃止と道制に施行に伴い、安楽県は火料道の管轄とされたが、まもなく道制は廃止され、 四川省直轄とされた。1949年10月の中華人民、共和国成立直後は、川北高職、水泥泉区の管轄とされたが、1958年に、水泥泉区の廃止に伴い内向泉区に、遺憾、1998年2月に、使用し、慣陽県、楽板里県、安岳県に、使用地区が新設されるとそれに、遺憾、2000年に、 地球史としての使用史が成立しその管轄権となり、現在に至る。安楽は中国における豚肉、レモンの主要な生産地である。また、工業方面では、食品加工、養蚕、医薬、軽機械工業、自動車部品、建材等を中心に発展している。ありがとうございます。